こんにちは、KZP プラスです。今回は追憶の幻冬城の動画です。新しく追加された敵である、ワイバーンに挑戦しました。敵のギミックはどの武器種でも、変わらず同じですので、ギミックの、説明の部分はこれからアップする、別の武器の動画でも同じものを、テンプレート化しています。今回は剣の攻略です。ワイバーンのギミックは、カウント2、1のターンは防御強化、状態で余ダメが出にくいです。カウントレイのターンはアブオイド、という技を使ってきます。これはそのターンどんな攻撃も、回避されてしまうので厄介。さらにアビリティでヒートアップが、発動し、攻撃力がアップします。このバフは発動ごとに重複して、いきますので戦闘が長引けば、長引くほど攻撃力が強くなって、いく厄介なものになります。そして、防御弱化が同時に発動。こっちの方は重複ではなく、公開値ターンなのでそのターンのみ、次ターンでは硬くなります。つまり、防御強化中のカウント2-1の、ターンは通常攻撃などで BP とオーバードライブ、ゲージを貯めて、防御弱化が発動、するカウントレイのターンでの大技、による大ダメージを狙うのが、基本的な動きになりますね。ただ、カウントレイのターンは回避状態、になっているので敵のアブオイドが、発動してからでは攻撃は回避され、てしまいます。敵が行動するより早く、こちらが動かねばなりません。つまりファスト攻撃、もしくはオーバードライブを、使って攻撃することになります。あくまでこれらは基本の動きです。ヒートアップ効果で攻撃力が、上がっていくので早めに倒したい。カウントレイのターンじゃなくても、余裕があればどんどん攻撃して、行ってもいいと思います。私の選出メンバーを紹介します。剣は回復技を使えるキャラも豊富ですし、ヨダネを出すための強い技を所持しているキャラも多く、私自身が剣キャラが好きでガチャで入手している数がそもそも多めなので、選択肢はたくさんあった感じがします。まずはアセルスを選出、アタッカーとしての採用です。BP レイ技でブプタムができるので強い。BP レイ技の良いところは通常攻撃と同等の威力でも連携に組み込まれる可能性があること。カウントレイのターンの回避状態中、でも実は連携がされると余ダメが入ります。意図して連携を発生させるのはオーバードライブ攻撃以外では厳しい。ですがチャンスが増えるのは良い。余ダメを取りに行く技は幻魔襲乱。この技大好きなんです。カウンターで発動する幻魔走破も、高威力だしかっこいい。ワイバーンは直接攻撃もあるので、カウンターのチャンスは十分に、あります。また連撃をしてきますので、うまく直接攻撃が来れば連撃を、途中で止める期待もできると考え、採用しました。続いてイルヴのアタッカー採用。通常攻撃で BP を貯めて、ロザリオインペールでヨダメを、取りに行くことにしました。特にイルヴじゃなきゃダメって、要素はなかった感じ。ヨダメを出せるキャラならもっと他にも、いたかも、アセルス、イルヴン、白バラ姫を、一緒に使いたかったってのが理由。3人目はハリードを採用。ガチャで引いたばかりのスタイルで、実戦投入してみたかったのが採用。理由なんですが、ちょっとヨダメが、思ったより出なかった。これなら、他のキャラのがヨダメ出せた、ような感じです。通常攻撃で BP を、ダメで来光十文字でヨダメを、取りに行く感じ。続いてはレスリーを採用。こちらも、引いたばかりの水着スタイル、水玉を継承して回復ばかりの剣務、できるようにしています。通常攻撃や同人で BP を貯めて、形です。素早さがデバフが、ついている技です。ワイバーンは弱点解除してきます。ので回避転倒はできませんが、攻撃ミスが発生しやすくなる感じ、がしました。最近はデバフは完全なる攻撃ミス、を誘発する意図で使うので放つ、火ダメを軽減させるために使う、感じが主流なので今回もそんな、感じですね。最後に白バラ姫、最新のスタイル、です。ポンポコを連打でバフ入れ、かかり、このポンポコとレスリーの、素早さデバフのおかげで攻撃ミス、の誘発、もしくは火ダメ軽減化、できていて非常に良かった。もちろん、各キャラの余ダメ量が、増えるので非常に良かった。白バラ姫に剣スタイルが来た、良かった。スターライトヒールを継承、しておいていたという時の回復係、にもなってもらいます。普段はポンポコでのバフ入れだけ、で OK ですがオーバードライブ攻撃時は、イノセントローズで攻撃参加して、余ダメを伸ばしていきます。また、ブラッドスレイという超優秀な、攻撃兼自己回復技がありますので、LP 節約して回復できるのも強い。陣形はワールウィンドでいきました。
冒頭でも述べましたが、ガクポンは、カウントレイのターンの防御弱化の、時にオーバードライブ攻撃を吐き出して、大きなよだめを出すのがセオリー。ですが、みんながみんなオーバードライブゲージ、を同時にマックスにできませんし、必ずここで攻撃しないとダメって、わけじゃないので、カウント2-1の、ターンでもどんどん攻撃していい、と思いますよ。私はどちらかというと、5人全員同時にオーバードライブ吐き出すことを優先にして戦いました。やっぱ5人全員で連携した方が倍率も良いですしね。剣は強いキャラが多いし、やれることも多いのでなかなかスムーズに戦闘展開ができる感じがしますね。さて、それでは見ていきましょう。最後はアセルスの幻魔走破で、かっこよく締めることができて、超満足。剣は良いんですよね。剣は、さあ次の武器の動画を作ります。今回の動画はここまで、ご視聴ありがとうございました。